ポールバーグはアメリカ人の生科学者でスタンフォード大学名誉教授。1980年度のノーベル科学賞をフレデリック・サンガー、ウォルター・ギルバートのチームと共に受賞した。この3人は拡散の初期の研究に多大な貢献をしたことで知られている。ニューヨーク・ブルックリンに東欧系ユダヤ人移民の家庭に生まれる。1943年に アブラハムリン・カーン高校を卒業した後、ペンシルベニア州立大学で生科学を専攻し1948年に卒業、1952年にケースウェスタン・リザーブ大学大学院から博士号を得た。大学院時代には、代謝中間体を研究するのに放射性同位体を用いた実験を行った。炭素や、 窒素の同位体を用いた実験によって、食物がどのような過程を経て、細胞構成物になるのかを明らかにした。彼の博士論文のテーマは、偽酸、ホルムアルデヒド、メタノールを完全に還元された状態である、メチル元として、メチオニンに変換する研究だった。彼はまた、葉酸やビタミン B12 の補酵素が機能を持っていることを、 最初に証明した一人でもあった。1955年からセントルイスワシントン大学医学部のアーサー・コーンバーグの下でポスドク研究を行い、1959年にはスタンフォード大学の生科学の教授に任命された。彼は1972年に SV40 ウイルスの DNA を用いてインビトロの DNA 組み換えに成功したが、 科学界に不安を与えたため、1975年に開催されたアシロマ会議の主催者の一人となった。この会議の前にはリスクを評価できるようになるまで、組み替え DNA の研究を自主的に自粛するように要請されていたが、この会議で潜在的な危険性の評価とバイオテクノロジー研究のガイドラインの作成がなされた。 これは予防原則がうまく働いた初期の例と言える。現在は組換、組み替え DMA や HIV-1 ウイルスの研究を行っている。ありがとうございます。